ディフェンスリバウンドを取りました。先制のシュートを決めたジェイコブセン。今はタップスコットシュート、スリーポイント、いきなりのスリーポイント、これで5点。ここで平尾に渡す、スクリーンを使って、そのタップスコット、そして福澤のスリーに繋げてきました。いきなり8点のランです。茨城、平尾どうか、そしてこのジェイコブセンのシュートに繋げてきました。セカンドチャンス、田島回り込んで入っていって、フローター、これが決まる。昨日もこのシュート高確率だ。タップスコット、ここは谷口でした。谷口のスリーポイント、一発目から決めた、ね、はい、日本代表戦中継ですが、スリーポイント確率9分の4、 44%。 その1本、谷口がいきなり出て決めました。見違えるようにスリーポイントの確率上がりましたね。そうですね、しっかりとその前のスクリーンがいいので、うん、そこにディフェンスが寄ってしまいますのでね。リングに当たって跳ね返ってリバウンド出て、平尾そのまま行きます、左手のレイアップ。いいですね。谷口は打ちませんでした。一度田島に戻してタップスコットを使っていきます。ダブルチームで行っていますが、それでも決めてきましたタップスコット。みたいにタップスコット選手がボールを持ったらどうしても寄らざるを得ない状態ですからね、うん、完全にコーナーも空いてます。鶴巻です。シューターを多くしていますが、ここのコーナーで田島朝日のスリーポイント、今日2本目。ジェイコブセンが長吉がやり合っています。鈴木、長吉、ジェイコブセンがつきますが、このボールをキープしたいジェイコブセンが取り返した。平尾から左に展開、タップスコット、ゴール下ミスマッチになっていますが、福澤が早めに打ってきた。タイムアウトを取ったんですけれども、もうここはもうハーパー選手を入れざるを得ないような状況になってきましたね。サイズがないという、かなり距離がありますが打ち切りました。このボールは落ちて、福澤は先ほど決めていますが、向こうのサイドよく見ていました。鶴巻決める。ここは福澤がアシストで鶴巻のスリーポイント。これでスリーポイントというところなんですけども、どうも単発になってしまって、やはりリバウンドはどうしても茨城に分がありますので、タップスコットとティルマン、マンツーマンに戻してますね。スティールを狙っています、はい、鈴木のこのディフェンス、福澤がしかし決める。今日はタッチがいい福澤です。ここはジェイコブセン、福澤とのコンビです。福澤は下がりながら、この中距離のジャンパーになりました。16点決めていますが、それに迫ろうかという今日の高得点の久保田。こちらは田島です。バントパスからジェイコブセン決める。エンドワン、一旦距離を取ります。タップスコットのスクリーンを使って、福澤仕掛けてゴール下、ショットクロックギリギリでした。タップスコット決めてみせました。ここは手に一旦つかなくなりましたが、谷口距離がありますが、スリーポイント、これを決めます。よく決めましたね。ちょっとファンブルしてバランス崩したんですけどね。田島です。田島から変わった中村、レイアップ。あ、早かったですね。ジェイコブセン、ジェイコブセンがポストアップして、田島に対して細川の対応ですが、周りを見ながらジェイコブセンにつなげてきました。福澤と細川、福澤とハーパーのマッチアップになりました。福澤を飛ばしておいてからショットブロックを決めました。12チーム中19位の茨城ロボットなんですが、今日はスリーポイントもよく決まっていますので、90点に乗せてきました。先ほどの、ハーパーに疲れていてタフショットになった福澤のスリーポイントシュートですね。これはね、もう完全に24秒対策で片手で投げたようなシュートですけどね。そうですよね。、はい、